こんにちは、有馬薫です。今回のご視聴ありがとうございます。今日の心を解放するカウンセリングは、なんとかなる思考というタイトルでお話をしていきたいと思います。将来こうなったらどうしよう、ずっと先のことではなく、このままだと半年後、もっと近い将来、1ヶ月後、大変なことになってしまうかもしれない。心配性の人でなくてもそう思うことはありますね。どちらかというとポジティブな私でもそう思うことがあります。これは人の脳がネガティブに考えやすいという証拠です。仕方ないのですが、あまり心配ばかりして生活するのは嫌なので、そうならない思考に変えてみようと思いました。今回のタイトルでもある「なんとかなる思考」、これはどんな思考かというと、頭に不安や「どうしようか」っていうのが浮かんだら、最悪な場合を考えてみるということです。例えば、明日出社したら人事から突然リストラを言い渡された。その時は、その人は日頃からリストラの不安を感じていたので、頭は真っ白、目の前は真っ暗、どうしような嵐が頭の中でぐるぐる回り始めます。マイホームのローンはまだ半分も残っているし、これから上の子は大学生になるし、妻は何と言うだろう、この年齢で再就職なんかできるんだろうか、いやいや無理だ、きっと妻と子供は家を出ていくし、再就職もできず、日雇いで安いアパートで寂しく生活する自分の姿が浮かぶんじゃないかと思います。そこで、このなんとかなる思考、これを使うと、例えばですけど、家族で物価の安い国に移住し、毎日あくせく働かずに、今までと違うライフスタイルが送れるかもしれません。国内だったら、それこそ農業なんかやりながら家族で楽しくのんびりと暮らせるかもしれません。それに失業保険や退職金もあるし、家のローンにも縛られずに生活できるかも。そう考えると心が楽になります。いやいや、そんな甘い考え通用しないと言われるかもしれませんが、不安で頭をいっぱいにしているより、心と脳にいい影響を与えるのは確かです。どんな状況になろうと、なったらなった時、どうにでもなるのです。なんとかなるの思考、あなたはどう思いますか？はい、今日はなんとかなる思考をお伝えしました。今回のご視聴どうもありがとうございます。有馬薫でした。それではまた。